イッフェルドルーフはドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンがう、軍に属すマチソン。この町はゼースハウプと行政共同体を形成する自治体の一つである。イッフェルドルーフはオーバーラント地方に位置する。ミュンヘンから50キロメートル離れたアルプス先山地方にあたり、シュタルンベルク湖南岸からも遠くない。この町は 公式には13の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。甘い前後から南のオースター国南部が町域内に属す。イッフェルドルフは1803年の世俗化までベッソベルン修道院に属した。この町はバイエルン選定公領の一部であり、イッフェルドルフを首輸とする閉鎖、ホーフマルクを形成していた。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。先代の町長アルベルト・シュトラウスは40年以上に渡り子の職を務めた後退任した。次の町長であるフーベルト・クロイスは2008年から市長に就任した。2020年の選挙にはクロイスは立候補せず、ハンスラングが約3、4の票を獲得して当選した。 セーフトス教区協会この町は、トゥッチングからコヒエルアムゼーのコヒエルゼー鉄道、およびミュンヘンからガルミッシュパルテンキルヒエンへの連邦アウトバーン A95 号線に面している。ありがとうございます。